そうっすね。まあでも好きになったっていうよりかまあ好きになられたって言った方が正しいかな。まあ僕はディズニーランドに小さい時に行った時にお土産コーナーで声が聞こえてきたんだよね。ね君買わないと分かってるよね。まあその時にもう買わないとやばいと同時に好きになりましたね。 そうっすねもう小さい時からずっとねこんな感じで街中歩いてきたんで恥ずかしいとかはもうないかなえああもう毎回片手にプーさんのぬいぐるみ持って街中歩いてますよ肩にもついてるしねまあ今この状況ね妹に見られたらさすがに恥ずかしいけどねいやもう渋谷なんて変わった人たくさんいるよこういう格好の人ばっかだと思うようんこんなん全然珍しくないよだって白クマ散歩させながら歩いてる人もいるからね 魅力ああまあありすぎてもう言えないよね魅力をもう全部伝えようってなるともう軽く23年ぐらいはかかるからだから魅力はもう伝えられん一言で一言で言うなら何だろうね黄色そうじゃなくてあーまあかわいいねあそのちょっと今からのミツ売るバイトあるんでちょっとこの辺で失礼しますさっす